皆さん、こんにちは。インサイドジャパンのセッションをご覧いただきありがとうございます。メットアップ合同会社クラウドソリューションアーキテクト、藤原よしきです。このセッションは、株式会社 ITC フロンティア早川さんをお招きしている合同セッションです。はい。Kubernetes のコードを様々読んでいる早川さんの方から、トライデントを読んでいただいて、その感想、またディスカッションタイムを設けるようになっています。では、早川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はじめに自己紹介です。先ほどご紹介いただいた通り、IDC フロンティアという会社でソフトウェアエンジニアをしています。Twitter とか GitHub とか Tobels17 というアカウントで活動しています。で、普段は Kubernetes のコンポーネントを作ったりだったりとか、Kubernetes Azure サービスに関する開発をしたりだったりとか、あとは最近は技術調査とかそういったこともやってたりします。はい。で、あと個人的な活動としてなんですけども、Kubernetes というクラウドネイティブだったりとか、クラウドネイティブの、に関するニュースだったりとかっていうのを、技術雑談的な形で、毎週金曜日10時から YouTube で配信をしてたりとかするので、よければ見てください。今一緒にいらっしゃる藤原さんだったりとか、他の、Kubernetes の界隈にいらっしゃるような、方々と一緒に雑談とかをしています。はい。じゃあ、本題に入っていきます。今日は、トライデントの概要から入り、あとは関連する、トライデントと関係しそうな Kubernetes に関する、技術的なことについて共有をさせていただき、最後に、トライデントの実装に入っていくという流れにしたいかなと思います。はじめにちょっとトライデントの基本的な部分の、共有認識を、合わせたりとか、トライデントが使っている Kubernetes の技術みたいなところについても、ちょっと、お伝えをした上で、トライデントの実装の話をした方が、多分伝わりやすいんじゃないかなというところで、こういう構成にしてみました。はい。で、注意点なんですけれども、僕はちょっとこのストレージとかの専門家ではないので、オンタップとかも今回のトライデントのコードを読む流れの検証でちょっと触らせていただいたりとかしてるぐらいなので、例えば本番環境でオンタップとか、あるいはトライデントを動かしているわけではないので、ちょっとそこら辺でご留意いただければと思います。あくまでこのトライデントのコードを読んでみて、こういうような実装でしたというのが話のベースになっています。あと、トライデントのバージョンは 21.07.2 を利用しています。はい。で、トライデントについてなんですけども、以前、クラウドネイティブストレージミートアップというところで、ネットアップの大野さんが、この Docker から Kubernetes まで、ストレージ対応と実装という、アーキテクチャを説明されるセッションを、されているので、トライデントそのものの全体的なアーキテクチャとかを理解する上だと、こちらの大野さんのセッションが全然理解が、しやすいかもしれないので、よければこちら見てない方いらっしゃれば見ていただければと思います。僕はちょっとその、実装上どうなってましたっていうベース話が多くなるので、ちょっとその僕のセッションだけだと若干その見応えが足らない可能性もちょっとあります。はい。じゃあ、トライデントについてなんですけども、トライデントは、ここにセッション見に来ている方はご存知かもしれないんですけども、いろんなオンタップだったりとか、いろんな製品があると思うんですけども、そういったストレージ製品をコンテナから使うようにするためのアプリケーションになっていきます。Kubernetes で今回は主にどう動作するのかっていう話をするんですけども、それ以外にも Docker でも使うことができます。また、トライデントは、OSS として公開されているので、僕が読んだのはそこのコードの部分っていう形になります。で、トライデントなんですけども、アストラという、ネットアップ社が提供しているブランドだと思っているんですけど、に含まれるアプリケーションの一つになっていて、トライデントの他に、このアストラコントロールという Kubernetes のコンソール、あと、データストアという、Kubernetes 用の、ファイルサービスといったものがあるそうです。はい。公式ドキュメントにこういった図があったので、ちょっと引用させていただいているんですけども、全体図はこんな感じになるようです。はい。で、その中でトライデントのお話をちょっとしていこうかなと思います。トライデント、主にこの3つのアプリケーションが存在します。1つはトライデントのコアになってきます。トライデントのコアは、中ではいくつかのコンポーネントに分かれていると僕は思っていて、REST API だったりとか、メトリックスのサーバーがあったりとか、あとは CSI ドライバーと言われるもの、それ以外にも、いろんな、ちょっと3種類から分かれてるんですけど、実際には Kubernetes のコントローラーと言われるものをそれぞれ動かしているような、アプリケーション群になってきます。はい。で、次にトライデントオペレーターというのがあります。これは、このトライデントそのものを Kubernetes クラスターにインストールをしたりだったりとか、あるいはバージョンアップしたりだったりとか、そういったことを行うためのアプリケーションになっています。で、最後に、コマンドラインツールのトライデントコントロールですと。今は、
トライデントを Kubernetes で使う場合っていうのは、そこまでトライデントコントロールを使う必要性っていうのはないことが多いようなんですけども、例えば、このトライデントオペレーターっていうのは結構最近できたもので、これができる前っていうのは、トライデントコントロールのインストールっていうサブコマンドを使うことで、トライデントのインストールが、可能だったりとかしました。はい。ということで、これらのコンポーネントがありますと。まあ、コンポーネントというか、アプリケーションが3種類ほどあるという形になっていますと。はい。で、トライデントを実際にこうインストールして、使えるようにするセットアップまでの部分なんですけれども、まあ、まずはじめに、例えばそのストレージにオンタップを使っている場合なんですけれども、オンタップの中で、このストレージ VM というのを作成します。で、オンタップが、サポートしているのは、この NFS か iSCSI の2種類だったと思うので、このどちらかを、まあ、有効にした状態で、ストレージ VM を、作る必要があります。NFS も iSCSI も両方使いたいよって言われたら、多分この2種類作る必要があったと思います。で、このストレージ VM を作るところまでで、オンタップ側はもう準備が完了になっていて、ここからは Kubernetes 側のお話ですと。トライデントオペレーターっていうのを使って、今回はトライデントのインストールを行いたいので、トライデントオペレーターを Kubernetes クラスターにインストールします。この、トライデントのリリースの中に、トライデントインストーラーというものが、あるので、まあ、それを落としてきて、その中の、Helm すらトライデントオペレーターというやつを、インストールを行います。で、インストールが完了すると、ゲットデプロイとかすると、トライデントオペレーターというやつが見えるかなと思います。次に、このトライデントオペレーターを、動かすと、このトライデントオーケストレーターという、CRD という、まあ、なんだろう、ユーザー独自定義の、まあ、データみたいなのを、インストールされるんですけれども、その、トライデントオーケストレーターというリソースが、のデータというのかな、が、まあ、デプロイ CRD ズトライデントオーケストレーター CRD というファイルで、先ほどこうインスダウンロードしてきたこのトライデントインストールの中に含まれているので、こいつも、アプライをして、なんだろうな、こうトライデントオーケストレーターというリソースを作ります。で、このトライデントオーケストレーターというリソースを作ることによって、トライデントオペレーターはトライデントのインストールを行います。ので、トライデント CSI というリソースがデプロイと、デーモンセットで作成されているのが確認できるかなと思います。これでトライデントのインストールは完了です。で、次に、先ほどのオンタップに、このトライデントが接続できるようにする必要があるので、このトライデントバックエンドコンフィグという、リソースを作って、ここはちょっと値適当なんですけども、この先ほどのトレ、えーと、ストレージ VM に接続できるように、設定します。で、次に、この、トライデントバックエンドコンフィグに対応するストレージクラスの作成を行います。ストレージクラスは、先ほどダウンロードしたファイルの中に、ひな型になる、ファイルがあるので、まあ、これを書き換える形で、アプライをすると、ストレージクラスが作られるという形になります。ここまでで、トライデントを使う準備は完了ですね。あとは、このストレージクラスを指定した PVC を作成すると、先ほどのオンタップでストレージが払い出されて、コンテナ側で使うことができるというような流れになるかなと思います。はい。こんな感じでトライデントを使っていくんですけれども、ちょっと、もう少し中身側の説明に入っていきたいと思いますと。トライデントなんですけれども、Kubernetes を、先ほどコントローラーだったりとか CSI ドライバーみたいな単語が出てきたと思うんですけど、まあ、その2種類ですね、が、トライデントだと使われています。まあ、このコントローラーと、あと先ほどの CRD の組み合わせのことをオペレーターと言ったりするんですけれども、まあ、そいつと、あとは CSI ドライバーというものを使っているので、まあ、この2つについて改めてちょっとおさらいになる方もいるかもしれないんですけども、ご説明させていただきます。トライデントは、まあ、あ、ごめんなさい、クーバネスですね。クーバネスはまあもうご説明不要かなと思うんですけど、コンテナオーケストレーターの一つですね。なんだろうな、クーバネスの場合は、エトセディというものをデータストアにしていて、その他いろんなコントロールプレーンのアプリケーションが動いているという形になっています。で、あと、このコンテナを動かす、ワーカーノードと言われるものですね。こいつらは、クーベレットというコンテナを管理するコンポーネントと、クーベプロキシというネットワークを管理するコンポーネント、それぞれが、起動しているという形になっています。はい。で、これらなんですけれども、このクブレットとかクブプロクシーダもそうなんですし、この API サーバーや、いろんなコントローラーというのを実行して束ねているコントローラーマネージャーというものがあるんですけど、こういったもの、あるいはスケ、コンテナをどこの、サーバーのワーカーノードに、作るかっていうのを決定するスケジューラーというものなんですけど、これ Kubernetes いろんなところに拡張ポイントが設定されているものになってきます。で、トライデントはその中で、まあ、CRD とコントローラー、まあ、オペレーターと呼ばれるものと、あとは CSI ドライバーという方法を使って、Kubernetes を拡張することで動かしているということになってきます。はい。
CRD なんですけど、先ほど作ったトライデントオーケストレーター、Go のコードで言うと、こんな感じで定義がされています。実際にはこのスペックの中に、もう少し例えば、確かトライデントをインストールするバージョンだったりだったりとか、あとインストール状態はどうなのかみたいなステータスみたいなものもあったりするんですけど、こういった Go の構造体を作って、それを CLI ツールで、CRD という YAML ファイルに、を生成して、こいつをベースにして、でそれを Kubernetes に、まあ、インストールしているみたいな形になってきます。はい。コントローラーなんですけども、ざっくり言うとこんな感じになっていて、例えばトライデントオーケストレーターリソースが作られると、トライデントオペレーターはトライデントオーケストレーターリソースが作られている更新されたよ、削除されたよみたいなイベントを受け取りますと。で、イベントを受け取って、その情報をもとに、じゃあ、このリソースが作られたんだったら、トライデントにインストールしましょうみたいな調整ループと呼ばれるものを実行します。はい。こういったものがコントローラーになってきます。で、例えば、そのトライデントオーケストレーターのリソースが削除されたら、今は作られているから、それを削除しましょうみたいな、あるべき状態を実現するための調整ループというのを実行します。で、こういったコントローラーというのをいくつも束ねたものを、マネージャーだったりとか、コントローラーマネージャーみたいな形で言われたりするものになっていきます。はい。で、この、API サーバーから、このリソースが作られたよみたいなイベントを受け取ったりして、いろいろ処理する細かい部分に関しては、公式のリポジトリの中に、まあ、こういった図があるんですけども、こちらもよければ見ていただければと思います。ここら辺については、以前こういう記事を書いてあったりとか、まあ、この記事をベースにしたセッションとかをして、解説をしている動画があるので、よければ細かい部分はそこを見ていただけるとありがたいです。はい、次に CSI ですね。CSI ドライバーというやつなんですけれども、まあ、CSI 自体はコンテナオーケストレーターから、ストレージを利用するための仕様になってくるので、それを実装したものが CSI ドライバーと言われるものになってきます。このコンテナオーケストレーターは、まあ、Kubernetes 以外にもメソスだったり、クラウドファウンドリーだったりとかですね。はい。なんで、一応この CSI ドライバーを作れば、基本的には、このクラウドファウンドリーだったりとか、他のものでも使うことができるという形になっています。はい、で、CSI なんですけども、まあ、こういったものがいろいろ定義されていて、例えば、コンテナのイメージでアプリケーションを提供してくださいだったりとか、まあ、CSI ドライバーと、まあ、コンテナオーケストレーターとの通信というのは、ユニックスドメインソケットを通して、gRPC のプロトコルを使ってくださいね、みたいなことが書いてあります。で、あと機能についても決まっていて、ボリュームを作成削除するだったりとか、アタッチでタッチ、ボリュームのマウントアンマウントみたいなところが、まあ、決められている形になりますと。で、これら、具体的にやるためのプロトコルバッファーが定義されていて、これが gRPC のインターフェースになっています。大まかにこのコントローラーとノードと呼ばれるものの2種類になっていますと。コントローラーはまあどっかで動くコントロールプレーンとなっていて、まあ、ノードっていうのは各ワーカーノード全体で、誰かそれぞれで動くものになっていきます。コントローラー側ではボリュームを作ったりだったりとか、作ったボリュームをアタッチ、デタッチするところまでが主な、提供範囲になってきていて、ボリュームのアタッチ後っていうのは、このノード側で、ボリュームのフォーマットをしたりだったりとか、あるいは対象のコンテナが見れる形でマウント、アンマウントみたいなことを行うのがノード側のお仕事みたいな形で分類されています。まあ、ざっくり一枚の図であるとこんな感じですかね。はい。で、具体的なその、プロトコルバッファーの RPC のコールの呼ばれ方なんですけども、ボリュームが作られましたってなったら、クリエイトボリュームというのが呼ばれて、じゃあ実際にその CSI ドライバーがボリュームを作るということをします。で、コンテナに実際にマウントをしたいとなると、そのコンテナを動かす対象のノードに、コントローラーパブリッシュボリュームというのを呼んで、アタッチを行います。ここまでがコントローラー側のお仕事ですね。で、この下がノード側になるんですけども、ノードステージボリュームというのが呼ばれて、まあ、ここら辺、これは特に CSI ドライバーによって実装がかなり異なるんですけども、大体はボリュームを、フォーマットして、まあ、Extend4 だったりとか、XFS だったりとか、そういったもので、まあフォーマットするのが主なお仕事ですね。で、最後にノードパブリッシュボリュームというので、コンテナに見える形でボリュームのマウントを行いますと。削除される場合は、その逆の流れが頼まれるみたいな形になってきます。はい。こんなものが CSI になっていきます。
次にちょっと、この CSI に関わるボリュームプラグインの話ですね。先ほどの CSI ドライバーっていうもの以外にも、他に2種類ほど、プラグインがありますと。インツリーのボリュームプラグイン。これは Kubernetes のコードに、まあ、直接埋め込まれている実装になりますと。Kubernetes だと、コンフィグマップとかシークレットみたいな設定値とかは使うようなものをボリュームとして扱うこともできると思うんですけども、まあ、ここら辺もこういったボリュームプラグインが実装されている形になります。あとはちょっと CSI のちょっと登場のちょっと前に出た Flex ボリュームというものがあったんですけども、これはもうデプリケーテッドになっているという形ですね。はい。で、この CSI ドライバーなんですけども、Kubernetes だと、こんな感じで連携をします。この緑の部分、これが、CSI ドライバーですね。で、右側が先ほどのコントローラー側で動くもの、左側がノードなんで、各ワーカーノード全体それぞれで動くものになってきます。で、Kubernetes の特徴としては、ピンクの部分、これらがサイドカーのコンテナとして動くんですけれども、これらのサイドカーのコンテナと一緒に CSI ドライバーを動かすことで Kubernetes 側と連携することができるっていう仕組みになっています。例えばなんですけれども、PVC が作られた場合は、その PVC のリソースをエクスターナルプロビジョナーというサイドカーが、このコントローラーが動いているやつですね。こいつが干渉していて、PVC 作られたんで、じゃあ CSI ドライバーさん、クリエイトボリューム作ってくださいということで、先ほどの、クリエイトボリュームみたいな、RPC のコールを呼び出して、CSI ドライバーが実際に対応するボリュームを作成するみたいなことを行います。また、ノード側なんですけど、ノード側は、この Kubernetes というコンテナを管理するコンポーネント、がいるんですけど、こいつをプラグインとして CSI ドライバーを登録をします。で、その登録処理をするために、このサイド側が使われていたりします。はい。こんな感じで Kubernetes は、CSI ドライバーと連携していくということを実現しています。はい。ここら辺がそのサイド側の細かいやつですね。はい。でここら辺に関しても CSI 入門という、セッションで以前説明をしているので、よければこちらを見ていただけるともっとします。CSI の細かい部分の挙動というか、仕様みたいなところは、お伝えしています。はい。じゃあ、トライデントの実装、入っていきます。トライデント、最初に挙げた図、こんな感じですと。ちょっと細かく砕くとこんな感じだと思っています。ざっと説明してしまうと、トライデントオペレーターという、先ほどのトライデントをインストールする人がいると思うんですけど、まあ、これを使ってトライデントを管理する場合は、まずはじめにこれをデプロイしますと。で、デプロイすると、トライデントオーケストレーターというカスタムリソースが設定されるので、それを、さらに作ると、その設定に応じてトライデントがデプロイされますと。でトライデントは CSI ドライバーとして動くので、コントローラーとして動くものと、ノードとして動くものの2種類がいます。で、まあ、もちろんなんですけど、CSI の先ほど、紹介した、サイドカーとかも一緒に動いています。はい。で、REST API だったりとかいろんなものを提供されているんですけども、トライデントコントロールっていうコマンドラインツールを取れた場合は、この REST API と通信をして、いろいろな処理だったりとかっていうのを行うことができます。で、トライデントバックエンドコンフィグとかを作ることによって、トライデントが、このいろんなネットアップのストレージとの接続情報を設定することができて、ボリュームを作る際とかに、その設定情報をもとに、対象のストレージにボリュームを作ったりだったりとか、そういったことが可能になります。で、最終的にコンテナ側に、ボリュームをタッチして、マウントして見えるようにするみたいなことが、流れとしてあります。はい。もうちょっと細かくここら辺を砕いていきたいんですけれども、トライデントオペレーター、この中身的にはこんな感じのことをしていますと、起動時にトライデントオーケストレーターという CRD、このインストールを行います。はい。で、このトライデントオーケストレーターが使えるようになるので、以降トライデントオーケストレーターというリソースが、作成されると、その、作成されたらトライデントのインストールを行ったりだったりとか、アップデートを行ったりだったりとか、あるいは削除されたらトライデントの削除を行ったりみたいなことを行います。削除というかアンインストールですかね。はい。で、ちょっとサブ的なものがこれ、広報互換性のものだと思っているんですけれども、例えば、このトライデントオーケストレーターを介さないで、手動でトライデントをインストールしてたりすると、それを削除したりだったりとか、あとはプレビューバージョンのトライデントがある場合、まあ、プレビューバージョンというのがあるらしいんですけど、まあ、その古いプレビューバージョンのトライデントをインストールしたり、アンインストールしたりだとか、あとは、このトライデントオーケストレーターというリソースができる前は、トライデントプロビジョナーという CRD があったそうなんですけども、まあ、そういったものも削除したりだとか、こういうクリーンアップするみたいなことも同時にしてくれるようです。はい。これがトライデントオペレーターでした。はい。ちょっと一番初めのセッションの一番初めに、
トライアンドバックエンドコンフィグをこんな感じで作って、ストレージクラスをこんな感じで作って、それでセットアップ完了ですみたいな話をしたと思うんですけども、そういった準備をしたときっていうのは、裏でこんなことが起きていましたという説明ですね。トライアンドバックエンドコンフィグっていうのを作ると、裏側で、このリコンサイルバックエンドコンフィグというやつが動いてまして、こいつがこのトライアンドバックエンドコンフィグのデータをトライアンドバックエンドという別のカスタムリソースに変換するという処理を行いますと。なんで、実際にはこのトライアンドバックエンドというカスタムリソースを使って、なんだろうな、各ストレージへの接続情報をこっちで持っていて、これを使って接続を実際にして、ボリュームを作ったりといったことを行います。トライアンドバックエンドコンフィグはそれの元になるデータみたいな形ですね。はい。で、もう一個、Kubernetes のストレージクラスですね。で、これを作ると、これは、なんだろう、カスタムリソースとして持つ必要は必ずしもないとは思ってるんですけれども、これもトライベント用のストレージクラスみたいな別のリソースがあって、それに変換して使う、こいつが使われているという形になっています。はい。あと、ちょっと先ほども説明にはなかったんですけども、各 CSI のノード、なんで各サーバーで、この CSI ノードというのが立ち上がるんですけど、ノードサーバーですね、立ち上がるんですけども、これらが立ち上がると、起動時に、このノードレジスターウィズコントローラーというメソッドが呼ばれて、トライデントノードという、トライデントに登録されたワーカーノードの情報が登録をされますと。これは、コントローラー側の REST API のサーバーを呼び出して登録処理を行います。なので、これは、ワーカーノードの数だけこのトライデントノードというのが作成されるという形になります。はい。で、PVC を作って、ボリュームを満足するまでなんですけど、まあ、先ほどのオーバービューでのこの説明と、まあ、若干被っちゃうんですけども、まあ、実際に PVC が作られると、まあ、ちょっとここ厳密には違うんですけど、この作られたよみたいな情報を PV、コントローラー側が、ウォッチしていて、この作った PVC のストレージクラスから、ストレージクラスの情報を見て、でそこからバックエンドコンフィグ、トライアントバックエンド、を指定して、このトライデントバックエンドの情報をもとに、ボリュームを作ってくださいみたいな処理がこの中で行われて、対象のストレージにボリュームが作られるということが発生します。で、ボリュームが作られると、それに応じたトライデントボリュームという独自のまたリソースを作ってデータの管理を行います。はい。で、と同時に、裏側で非同期にはなったと思うんですけれども、各、このトライデントノード、各トライデントノードに、このボリュームが、接続できるようなポリシーの設定みたいなことが、行われたりします。これによって、まあ、なんだろうな、アタッチ・リアタッチみたいなのは、トライデントの場合は、存在しないんですけれども、各ボリュームが、各ノードから各ボリュームにアクセスできるという状況が、作られます。で、さらに、このボリュームを使う、コンテナを作った場合なんですけれども、CSI ノード側で、その、ボリュームの、フォーマットだったりとか、マウントみたいなことが行われます。で、このノードプレップというまだベータだった機能だと思うんですけど、これを有効にしていると、NFS と iSCSI のパッケージ、必要なパッケージだったりとか、サービスの設定みたいなことっていうのをホスト側に対して自動でやってくれます。なので、NFS だったりとか iSCSI のパッケージのインストールだったりとか、サービスの起動みたいな処理っていうのは、ユーザーが特に意識することなく、利用することができます。はい。こんな形が、大体トライデントの、まあ、ボリュームがマウントされるまでの大まかな流れになってきます。はい。その他、裏側では実際にはこういうコンポーネントもいろいろ動いてますよという説明なんですけども、まあ、ちょっとざっと紹介するようにここに載せたんですけども、載せてきれなかったので、スライドの一番最後にアペンディックスという形でちょっと載せています。でスライド自体はもうツイッターの方で URL 公開しているので、そちらの方興味あれば見ていただければと思います。はい。で、トライデント、先ほどいろんなカスタムリソースが出てきたと思うんですけども、まあ、主な、ところっていうのはここら辺になってきます。いろいろあるんですけども、手動でユーザーが操作するものに関しては、先ほど出てきたトライデントオーケストレートというやつ、あとはトライデントバックエンドコンフィグという2種類なのかなと思っています。はい。トライデントコントロールですね。これもちょっとだけ面白かったんで、軽く紹介します。トライデントノードというのを、登録するために、REST API を叩く、各のワーカーノードのサーバーが叩くという話をしたと思うんですけども、コマンドラインで叩くことも、できますと。トライデントコントロールというコマンドラインツールを使って、トライデントの API を叩くこともできます。で、その場合なんですけども、ちょっと変わっていて、Kubernetes を使っている場合、Vector Exec で、このコントローラーサーバーに入って、それで、どうなんだろうな、この中でトライデントコントロールを叩き直して、その結果を返すみたいな、ちょっと変わった、挙動になっているっていうのが特徴的だなと思いました。はい。
なと思います。実装を読んでみた感想としては、まあ、トレンドバックエンドっていう仕組みを使って、複数の、NetApp のストレージに一つのトライデントが接続して利用することができるっていうのは面白いなと思いました。で、一方で、その、先ほどのトライデントバックエンドみたいなものを設定したいというのは若干複雑な気はしたので、初めに使い始めるまでが若干大変かなという印象はあります。で、あとは、比較的、これ確か CSI の登場以前からトライデントで存在するんですけれども、まあ、そういった時期からサポートされていた、まあ、影響だと思うんですけど、今回ちょっと紹介しなかったスナップショット機能みたいなものというか、ちょっと中途半端に残っていたりだったりみたいな、ちょっとその、なんだろうな、そういった古い機能っていうのをもう少しクリーンアップして、まあ、機能も切るだったりとかして、していくと、なんだろうな、アプリケーション実装はかなりシンプルに保つことができるんじゃないかなという気がしました。はい、参考資料はこんな形になります。ありがとうございました。はい、じゃあ藤原さん。はい、早川さんありがとうございます。はい、画面、来ましたね。はい、ありがとうございます。すごい、トライデントの内部はです。ここまで踏み込む選手、今までなかったかなと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ちょっとそのディスカッションに入っていきたいんですけれども、はい、まあ、なんて僕がちょっと主に質問する形にはなっちゃうと思うんですけど、先ほどもちょっと言った通り、トライデントって確か結構、その CSI のサポート前の結構前から、なんだろうな、もう作られて OSS として、公開されてるものなんですよね、確か。あ、そうですね、はい。まず CSI の基準の策定ですね。こちらにも多大な貢献してまして、まあ、それに基づいてトライデントを OSS として出してきたという流れになっているので、まあ、コンテナもそうですし、Kubernetes がデファクトスタンダードになる前からですね、あったんではメソスであったり、さまざまなものですね、にフロントエンドとして対応していくというところと、あとバックエンドで、NetApp のさまざまなプロダクトが対応するようにするというフロントとバックエンドを分けて、まあ、柔軟にどんどんですね、まあ、変わっていく仕様に対して 変化に対して対応してきたというところからですね、まあまあ、エンタープライズグレードサポートをしているということもありですね、そのまま残っていたり、まあ、サポートし続けていたりとか、まあ、もうちょっとリファクタリングした方がいいんじゃないかという部分がやはりあったりするというのは事実ですね。はい、僕の前回はあまり紹介しなかったんですけど、一番初めに紹介した、大野さんが解説されているセッションだと結構よく出てきたけど、その、まあ、CSI がどうのこうのだけじゃなくて、その Kubernetes 以外にも Docker で使うこともできるじゃないですか、トライデントって。で、そこをまあ実現するために、フロントエンドみたいな仕組みがあって、Kubernetes でも使えるし、Docker でも使えるし、あとは別のそういうコンテナオーケストレーターとかができたら、そこで使えるようなフロントエンドみたいなのを作れば、強調して動かすみたいな仕組みも確かあるんですよね。そうですね。はい。まあ、そういった形でもどんどんですね、対応できるもの、継続的に何かどっかを振り落としてしまうではなくてですね、まあ、使っていただいているお客様、非常にエンタープライズのワークロードで利用いただいているので、まあ、そういった感じでもうすべて対応できるように、まあ、柔軟にできるようなこういったフロントエンド、バックエンドの体制でやってきているというところですね。はい。ありがとうございます。あと、あれですよね。確か、この、オンタップだったりとか、ネットップさんのストレージ製品をもう優勝でご利用いただいている方は、このトライデントに関するサポートも確か無料で受けれるみたいな感じですね。はい、そうですね。はい、インストールベースの機器、ハードウェアの機器ですね。ここにいただいている場合は、そのトライデントのサポートも入っていますので、まあ、今後ですね、まあ、クラウドネイティブな扱い方、まあ、コンテナですね、を使っていたり、完成が高い、ポータビリティあるコンテナの機能であったり、その、まあ、回復する。先ほど出てきた調整ループとか、あと CRD によってさまざまな自動化をどんどん進めていきたいということがですね、オンプレミスの機器にありながらできますし、そこをさらにですね、クラウドにも拡張できていけるというところが非常に大きなところだと思っています。なんか僕、ちょっと最後はちょっと今など、初めはちょっと苦戦しちゃうんじゃないかなみたいなことも言ってたと思うんですけど、はい、分かんないことがあれば、もうサポートの方に質問を上げて、だんだんガンガン質問することができるって感じですかね。はい、そうですね、そこが非常に良いところですね。はい、はい、他にもちなみに今日と明日もでしたっけ、いくつかトライデントに関するセッションがやられてるんですよね。はい、そうです、このようにですね、入門編、中級編、中級編と、まあ、3つのレベルと内容ですね、私の方で、関連すると思うところをピックアップさせていただいてます。でこれが、アストラというところに実は説明いただいた中にもありましたが、トライデントは所属してまして、今後ですね、より クラウド上でもですね、どんどん、拡張していくアプリケーションのデータごとですね、動かして、バックアップとして使ったり、他の環境でも動かせるようにしています。ちょっと EKS はまだ対応してないんですけども、Azure の AKS とか Google の GKE などですね、まあ、そういった動き方を既にできるようになっていますので、まあ、今後ですね、NetApp のプロダクトだけではなくて、クラウド上で動いている、FSX4 NetApp OnTap AWS だったり、Azure ANF、
であったり、Google クラウドの CBS といったところも対応してますので、まあ、そういったスケーラビリティと安定性を使っていただければと、エンジョイしていただければと思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ここまでということでよろしいです。はい。はい。はい、はい、ありがとうございます。はい、よければ、スライドの方も先ほど開けてますので、見ていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。